学校法人、堀越学園は日本の学校法人。九百二十三年四月は要塞法女学院創設者の堀越千代が堀越高等学校の前身となる堀越高等女学校を創立したことから始まる。現在は芸能人やスポーツ選手を多数輩出する堀越高等学校と南関大学合格者を数多く輩出する英明館中学。 高等学校を設置している。特定の男女間の交際は、生徒の本文と照らし合わせ、禁止という珍しい校則を設ける学校であり、実際に生徒から異性間交際をすることで、退学処分にされたか否かで裁判が起こされたことも、ある、際立った校則がある学校である。群馬県の創造学園大学を運営していた、 同盟の学校法人は、創立者が偶然同性であっただけで、全く無関係の別団体である。東京メトロ丸の内線、都営大江戸線中野坂上駅より、徒歩12分 JR 中央線、総武線、東京メトロ東西線中野駅より、徒歩15分日本私立中学高等学校、連合会や中央教育審議会委員、総務長、 国際青年事業推進会議企画委員長等を務めていたほか、保守的な思想を持ち日本会議の有識者代表委員等も歴任していた。現理事長。2012年より理事長を務めている。芸能家、スポーツ家、普通家設置。著名な芸能人やスポーツ選手を輩出する名門として知られる。かつては中学部を設置していたが90年代に廃止した。 普通科設置、完全中高一貫校。170人前後の少人数学年から東大、早稲田、慶應義塾大をはじめとする南関大学への進学者を輩出する教学の進学校。近年は医学部合格者も増えている。ありがとうございます。